はい、今日はやっと対決カーニバルクリアしたので、アニバーサリー契約書第2弾を引いていきたいと思います。これめちゃくちゃ楽しみにしてたんで、やっと引けるのが嬉しいですね。この宮崎がほんと欲しい、マジで欲しいんで当たってほしい。よいしょよいしょよいしょ。じゃあまずアニバーサリー契約書 30% から、いやマジで欲しい、宮崎来て。さあ、おお、これは S ランクじゃないの？ちょっと待って、ほんと来たんじゃない？おお、騎士、これでも当たりでしょ、全然当たりでしょ。もう確定で2枚手に入れたってことでしょ。おっしゃー、宮崎お願いします。いやこれでかい、マジで 30% でかいよ。誰だ。おお、鈴木誠也、まあ当たりでしょう。鈴木誠也これで今も S ランクの鈴木誠也いるから、お、これもしかして極みになるかも。あ、なかなか今回は当たりを引けたんじゃないんですかね。わあでかい、 30% 本当に。じゃあこの自チーム A ランクは騎士2枚取って、ちょっと鍛えようかなと思います。おー、ほんとゴールド契約書も溜まってきたんで、いつ引けるか楽しみだ。よいしょ、じゃあ今日はこれぐらいかな。じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。